前回の葵、残念そうな顔してない？甘いもの好きだもんね。ねえ、これ何？だってそれ書いたの私じゃないもの。じゃあ、誰が書いたの？ノートの持ち主よ。私が見つけた時には、もう書いてあったの。私が飛び嘘に来た時、部屋で見つけたの。棚の隙間に隠してあったのよ。じゃあこれ、ハバネさんのノートじゃないんだ。ええ、多分、前に住んでた子の日記よ。
かの日記の続きにハバネさんが書いたってこと？じゃあ、次はこれ、献血。みんなで血を抜きましょう。ふぃ、最後のは結構きつかったね。なかなかの名作だったね。これでリストは全部クリア？
終わってみるとなんかあっけないね。そうだね、遊ぶならまた別の日にすればいいもんね。お腹空いたし、そろそろ帰りますか。大丈夫だって、うちの谷そんなにマメじゃないし。その時は葵も芋づる式だからね。5年ぶりにお母さんのケツキック食らいなさい。ありがとう。ハバネさんのおかげですっごい楽しかった。うん、じゃあまた明日ね。ハバネさん、私ね、本当は今日お話があって会いに行ったんだ。お話？一緒にやろうよ、ソアリング部。葵から聞いたよ。グライダーのこと詳しいんでしょ。ガレージに行くのいつも楽しみにしてたんでしょ。一緒にやったら絶対楽しいって。きっと毎日が今日みたいだよ。だからね。
やらないって言ってるでしょ。どうして？どうしてもよ。あなたには関係ない。どうしてそういう言い方になるかな。余計なこと聞いてくるからでしょ。そんなだからクラスでも浮いちゃうんだって思わない？浮いてて悪かったわね。誰かさんみたいに八方美人じゃないだけよ。八方美人ですって。